オミシン師範代のしばらく借りていこうかまたやってもたいやだってさっきは発声練習借りていこうかってやってましたもんねよく考えたら行きましょうか、はい、オミシン師範代のしばらくカリデイイコカイシーズン5さて始まりましたオムシーシハンダイのしばらくカリデイイコカ通称しばかり。この番組は大阪交響楽団チューバ奏者オムシーシハンダイこと塩見弘明氏を招いてだらだらとお話をしながらチューバやチューバ奏者について発信していく2019年3月からほぼ毎週配信しているチューバトークバラエティ番組です。はい、さっきと続けて収録してるのであの喉を潤してええ声でいけると思いますオープニングの振り用の面白トークを4本持ってきてくださいと願う中の人です面白トークってあんまないやん。あんまないですね。あんまないよね。いやまあでもさっき あのバスのおっちゃんの話はさっき本編でしたっけ。本編でしてないと思って、さっきのバスで来ましたっていう話は。あ、そうそう、バス停で、うん、バス停でもうドアが閉まってる時に、うん、けどバスが止まってる時に、うん、おっちゃんがピンポンピンポンってでも運転手全然気づかへんです、うん、でみんな開けたらへんのみたいな空気になってるんです、うん、でそのまま走り出しておっちゃんなんかだいぶ切れ気味にピンポンピンポンピンポンガンガンガンってやっててそのうち前に回ったら交通量多かったんですぐ出れなかった、うん、バスの運転手がその客に怒ってて、うん、そんなん動き出してんのにそんなん開けられへんわで動く前に止まってる時からやってたわっていう喧嘩始まって、うん、もうそっから動かなくなっちゃって顛末最後まで見たいなと思ってたんですこれねマスクがねこうおもろい話しようと思った時にそうなること多いよな顛末最後まで見たかったんですけど、うん、もうね後ろのバスに追い越されそうになったんで、はいはいはい、もう僕も降りようと思って、うん、降りて後ろのバス行くねんけど、うん、その降りる途中で、うん、あのバスの運転手にちょうどなんかあの本部かなんか電話しやった、うん、それで「ペイさんペイさん」って「こんちゃん止まってる時に押してたで」って、うん、って言った運転手は気づいてなかっただけなの多分気づいてなかった、うん、その運転手はあるよな客の方は「せやせやそれを言うたらそれを」って言ってなんかそういう時って意外とあの周りにおる人間って、はい、まあ冷静やねんけど、はい、あの映像やってる人間やねんからそういう時スマホとかでこうパッて動画撮ったらええのに。あんね僕ねあんまり街中で回したくないんですよ。あ、そうなんや。なんかそういう瞬間ってなうわ撮っといたらよかったなって。この間東京行った時もそうやって電車で移動久しぶりに、まあ、東京行ったら車ないから電車で移動するでしょ、はい、電車で移動するときに結構混んでたんよね、はい、夕方電車で移動するときに電車乗ってて結構もうきついなしんどいなって俺あのリュックで行ってたから結構もうリュックもこうやって前に抱えて乗ってたんやけどなんかいっぱいやのにガーッと開いて人が乗ってきたんですよ。でその時に人が乗ってきたときにうわーってこうぎゅうぎゅうにいっぱいやったのにさーってかき分けて人がこうあのモーゼの10階みたいに、うんふわーって分けてえってな誰が入ってくんねんってパッと見たらミニスカート履いたケムクジャラのおっさんがふわ乗ってきてこれ言うてくれたらビデオ撮るやんけっつってあ今から入りますとかって言ってくれてモーゼの10回これ撮れたこれ撮っといたらよかったなって思う瞬間あ何本もあるわ今まで。それは僕も撮りたいかも。えぐかった。ヒゲ生えてるし、うん、足出しててこうなんかセーラー服っぽいの着てるしもうあ膝も腕もケムクジャラのおっさんがスーッ入ってきてモーゼの10階で来てたからさただねなんかねあのこういうそのトラブル系のやつは僕ね、はい、もう一回遭遇しても撮らへん気がする。なんかちゃうんですよ。なんかそういう時ってさはなんかもう後でもう頭の中のメモリーカードをあのパソコンに入れたらいいのになと思うよね。あ今の映像もったいないみんなにシェアしたかったと思うよね。あ
僕ね、あんまりね、事故映像とかもね、あんまり好きじゃないあ、そうなのかな。事故は事故で別に事故っていうかな、あの危ない映像とかはあんまり見たくなかったりするけど、視聴者提供みたいなのあって、はいはい、あ撮るんや、俺多分撮っても撮らへんな。なんかそういうあのおもろい瞬間ってあるやん。そう、あのね、おもろいのはいい、うん、けどなんかあのね、あるじゃないですか、火事の時とかにうわーっていけるし、 あれはあかんわ。あれはモラル的にはなんかもっと違うことをやってあげた方がいいのになと思うけど、うん、やっぱそのおもろい瞬間、うん、そのおっさんと運転手がなんかわーってバトルしてる時とかさ、はい、で運転手がえそれ俳優でやみたいな感じになる瞬間とかさ、はい、自分しか見てへんやん、はい、自分がおもろいだけやん、はい、これシェアできた方がええやん。まあね、うん、はい、そうオズモモバイルとか持ってね。あというわけで、はい、何の話やからこんなことになったんでしたっけあ、おもろい話からこうなったんですね。そうですよ、はい、というわけで本編に行きましょう。本日のメインはこちら、はい、ででん、企画会議続き、うん、続きね、はい、はい、まあ、曲のことはね、候補をちょっと出し合いしましょうか。はい、そうですね。そん中から本来はこれでこれでっていう風にやっていったらいいかなとちょっと思うんですけど、うん、はい、それ以外にはね、9月なんで、あの8月頭ぐらいには、うん、PV を撮りたい。はい、 PV ね。でもその時に何喋るかってことを考えたら、うん、だいたい曲決まってないダメですよね。そうやね。いや、その後ですよね、うん、PV なんか面白いロケシチュエーション撮ります。そうですね、まあ、あの前回ちょっとお話ししてたみたいにね、流しの中盤付近みたいな感じでこう居酒屋こうやってのれんを開けて入っていくような、中盤持ってこう入っていくようなところを撮ってね、うん、もしくは山口百恵がマイクを置いてこうステージから出ていく時みたいに、中盤吹いて中盤を置いてこうステージから出ていくみたいなね、うん、瞬間を撮ってみたりですね、背中にこうパラシュートを背負ってこうバーッてこうなってるところで、沢田研二的に「時をブーブーブー」って言いながらこう撮ってもらってる PV 作るとかね、あのケムクゼラのおっさんがミニスカート履いてあのキャンディーズの格好してチューバー吹いてるとかね、はい、だからせっかくやから笑ってもらえる PV 作りたいよね、うん、ちなみにね、今撮ってる広告費でいくと、はい、2万回ぐらい再生まではできます。ほう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 。だいたいこの間のね、マキオさんのやつでもあれ90秒やったかな、はい、90秒まで詰めたんですけど、うん、YouTube の広告に出して、はい、まあ、あの本番までに一応4万回ぐらい回る予定です。おお、広告出したからね。なるほどね。で、まあ、配信を見てもらうっていうのもあって、はい、あのエリアはほぼ日本全国にしてます。うん、なのでまあそれぐらい見てもらえる、うん、まあ実際だからね、見てもらうとかそんなこともあるけど、なんかおもろいっていうか、いろんなこと考えてるチューバ奏者がおるなっていうのを世の中に知ってもらうだけでも、うんうんうん、そうね、あのシャンダイのチャンネルの登録者数も5人ぐらい増えるかもしれないしそうだね、うん、こうちょっと見て興味持ってもらえるような PV ができたらいいかなと。マキオちゃんのあれもあの見せてもらったけど、やっぱりそのほらやる演目の説明をやっぱりして、うん、それに興味を持ってもらうというか、あこんなんやるんやって思ってもらうのに結構こう時間を使うじゃないですか。そうです ね、どうしてもね、我々がこう今度やる9月のやつってなんかおもちゃ箱的な見てのお楽しみみたいな、うん、風な感じでわちゃわちゃしててええんちゃうかなと思うから、逆に短くてもいいからすごいインパクトを与えれるような絵とかが撮れたら一番ええのかな、うんうん、なんじゃこりゃって思ってもらえた方が興味を持ってもらえて、あほんなら覗いてみようかなと。やっぱりあの京都かどっかの、うん、路地を遠くからチューブを持って歩いてくる30秒ぐらい、ああ京都長野に吹く風はみたいな、はい、風くみたいな、はい、で映像は30秒それだけで、うん、あとはもうあの別撮りで音声当てて、はいはい、みたいな感じとかでもいいですね。夏はそういうの撮りやすいんですよ。あっていうのは、人気がない時じゃないと撮れないじゃないですか。
あそうね、で人気がない時狙うって言ったら早朝なんですよ。あで、冬場に早朝行くとただただ暗いんで、うん、夏だと ね、 夏は明るいもんね、下手すら4時半とかに行っても、うん、セッティングしてパーンと一発取ったり取れるのと、あと京都今観光客少ないしね。あそうやな、2人で朝4時半に京都に集まるのかっていうのはちょっと置いといてそうね、まあ PV のことはちょっとまたちょっとおいおいアイデア出し合って、はい、まあ言うても PV の方が早いからね、8月に撮らん、でもその時にはもうすでに内容決まっとかなあかん、はい、幅広い年齢層に楽しんでいただけるっていうことを考えたら、夏メロもありき、新しいものもありきみたいな、ただまあこだわってしたいのでクラシカルなものは入れませんと、まあクラシカルっていうのはそのクラシック業界的なクラシック音楽的なものではなく、あくまでもポピュラーミュージック、そこの中に演歌が入るのかポップスが入るのかね、ニューミュージックが入るのかロックが入るのかデスメタルが入るのかはまた別にして、さっきもあのほら言ってたけど師範代がちょっとこだわりを持って選んでってしていきたいんだけど、バンバン言っていくからそれはああやこうやってイチャモンつけていってよ、はい、でその中で淘汰していくと、そんな感じで、はい、YouTube お互いのチャンネルのアナリティクスを見ていくと、やっぱ40代50代が多いので、まあ夏メロは外せないなと思うんですが、うんうん、世代としてはキャンディーズないしはピンクレディ、まあ言うてももうガキの頃にそれを見てますからね。今ねショックな出来事があるんですけど、うん、いいですか、はい、あの夏メロって検索したらね、10代の好きな夏メロはグリーンとか AKB48 らしいですよもうそれ俺らの中ではもう最近の話じゃん今この間の話や、今夏メロって検索してショック受けました。うーわー、夏メロよりももっと古かったらどうなるんやろうねマジですか。まだその世代的にそれを夏メロと感じる世代の人たちのためにもそういうところを選んでてもいいのかもしれんけどね。そうですね、90年代ヒットソングとか今ちょっと見てるんですけど、なるほど、嵐ね、モーニング娘ね、モーニング娘とかってもう仕事し始めてからでしょ。そうですね、あ、宇多田ヒカル、宇多田ヒカルのデビューってオートマチックだったっけ。そうね、オートマチックよね、あのくねくねしながらこうやってソファのとこで歌ってた。でブラックボトムのトロンボーンのヤッシーがいつもくねくねしながら吹いてるから宇多田ヒカルの真似してんちゃうってずっと言ってた。あ最近やんそれ。最近言うてももう30年ぐらい前の話。カブトムシが90年代。そう、アイコやろ。はい、だってアイコ年齢近いやん。そうですね、大阪音大の後輩やん。1個下やん。そう、まあ我々の夏メロって考えたら80年代ぐらいになってくるでしょ。今から懐かしいよねって思える、今の世代の懐かしいよねっていうのとはちょっとまだ違ってくるよね。70年代から80年代前半っていったらちょっと古すぎるのか。70年代の頃は記憶が曖昧じゃない我々も。そうですね、80年代、小学生にもなってないぐらいでしょ多分。うんうん、80年代が小学生中学生の時代でしょ多分。懐かしの80年代ヒットソング出てきましたよ。できたね。あー、アミンね、松はこれ懐かしい。もうあのアラジンとか懐かしい。アラジンって言ったらさ、最近の頃はもうディズニーのアニメを思い出すと思うんだけど、我々からしたらあの完全無欠のロックンローラーですからね。バカにするな四つっぱり姉ちゃんいうやつですよ。アリスね、もうあれね、師範代小学校の時のあの先生が、はい、クラス担任してくれた先生が音楽の授業でもう谷村新司が好きすぎて、音楽の授業で谷村新司とかアリスのあのこうレコードを聞かしてましたからね、うん、小学生であの谷村新司聞いてましたね。22歳とか聞いたと思うこんなところに風の谷のナウシカとか出てくるね。もうそれぐらいの映画でしょ。あ、平松エリね、一世風靡セピアね、うん、そいやそいやいうやつね。もうコロナ禍だけで、この中からぴょんぴょんぴょんって気になったのを選ぶだけで、まあ、あの一晩分できそうですね。いやもうこれあのこれ一曲ずつになんかこうまつわる話してるだけで動画10本ぐらいできるよこれそういうの作ったらどうそれいけると思うよこれだけで、はい、だって最初から全部知ってんもんこれ。
ちょっと配信ライブ用だけじゃなくてね、うん、収録用でこれやります今度いっぺん。あ、いいと思うよ。あね、それ僕最近ちょっと気に入って別のアイディア今話しとる。ちょっと気に入って見てんのは、はい、ね、あのノンスタイルのチャンネルずっと見てるんですけど、うん、漫才一ネタやるんです、うん、でそれは収録映像だ、はい、でその後それについて2人でこのネタこうやったな あやったなって語ってるっていうのがあって、うん、でもそれがねすっごい面白いんですよ。それ面白い、あの要するに 裏の話を聞けるってことでしょ、はい、そのネタを開発してる時とか、はい、それやってる時にこうやったああやったみたいな、うん、それ面白いよ。でそれ見てると、うん、こんなこと考えて舞台の上でネタやってんねやって思ったら、うんうん、いっぺん舞台見に行きたくなるんですよ。そうやね、そうやね。そうだからあのほらずっと言ってるやん、演奏会やった後にそう例えばあの、まあ、DVD とかも最近売れへんけど、うん、そのリサイタルの DVD 作ったら副音声でこん時裏であの探しあれ探し回ってバタバタしててとかって楽譜忘れてきたんちゃうかな思ってとかってなんか裏方ならではの話が副音声でできたりしたら、うん、これおもろいよねっていう。いやほんで同じスタイルでね、うん、例えば中和のソナタとかやって、うん、それを15分見た後、うん、それについて喋るのちょっと動画的にしんどいですけど、まあまあまあな、この辺をね、この辺はいけるやろ、うんうん、だからこの辺の曲を演奏して、うん、その時にまつわる話を喋ったらもうそれだけであの飯3杯ぐらいいけるでしょ今度は一遍やりましょう。楽譜用意しておいて、うん、なんかほぼ一発撮りに近いような状態でやって、うんうん、それだけやったら8本撮りとかできそうじゃないですか。いけると思うよこれ、はい、結構そんなんもう懐かしいなばっかりやんか。ほんでそうそう曲のことはね、はい、さておきなんですよ。ああ、まあ、曲のことはね、さておきのね、まあ、言ってたみたいに候補出し合いながらちょっと考えていったらいいかなと思ってますけど、はいはい、うん、それ以外にねその配信ありきの演奏会ならではの仕掛けとかなんかありますかね、はい、うん、セリから歌いながら出てくるとかチャット人に対してどうやって反応しようとか、そういうことね、うん、あの舞台のステージ あの装置じゃなくてステージの装置はだってあの天音さんですから、ね、特に何かやろう思ってもあの窓から入ってくるぐらいですか窓からこんばんはっつって、はい、窓から入ってくれたらはしごかけてセルフですからね。ああなるほどねチャットに絡む、ね、まあその都度その都度リアルタイムに絡めたら一番面白いかもしれんけど、うん、それやってるともうトーク番組になってまうからね。そうですね、うん、ご存知のようにだからまあ曲間にまとめてとか。そうですね、でも曲間でも寄せられたら全部ピックアップしたらちょっとしんどいですよね。そうだからそうやな、まあ例えばこれおもろいやんって思った質問とか、うん、なんかそういうチャットのとか、うん、にあのピックアップしてこんなん来てましたっていうのを休憩の時とかに、うんうん、もうみんなは聞いてる人は休憩してもらってるけど、うん、あの師範代がステージで休憩がてら喋ってる。それで言ってあそうです。だからとピックアップしたやつに、うん、あのカメラに向かって答えんねんけど、うん、それでまあ大半漏れるじゃないですか、うん、大半漏れたやつに答えるのはその日の夜にあの師範代チャンネルで、うんうん、夜トーク番組が開催されると。終わったライブ配信ね、はい、うん、であの僕はあのワイプ参加します。あいいねいいね、そんな感じでいいかもしれないですね。まあいいかもね、うんうん、いろんな人のねライブ配信見てるんですけどね、うん、チャットにリアクションするのってねリアクションできへんほどチャットが来る人かリアクションあの全く来ない人かどっちかなんですよねそうね、あの程よい感じに進む人っていないですよね、うん、見てたら難しいよな、うんうん、盛り上がってほしいとは思うけど そうね、返されへんかったら返されへんかったでちょっと申し訳ないなとも思うしね、うん、だからなんか例えばいやよく あの考えるねんけど、うん、そのチャット、まあ、みんなライブ配信やってる人で、うん、これはちょっとあの気づいてほしいとかこれと取り上げてほしいとかって思うときになんか引っかかる内容、例えば昔やったらそのランタンとかね、うん、ヤングリクエストとかラジオあったでしょ、うん、ああいうラジオ放送の時にあのハガキ書いてリクエスト読んでもらいたいとか、うん、自分のコメント読んでほしいとかってなった時にはなんかこうインパクトに残るような
パッと見た時におこれええやんって思えるようなイラスト描いて送るとか、うんうん、なんかそういうのいろいろ工夫してみんな送ってたりしたじゃないですか、うんうん、同じようにねインパクトのある書き込みをした方がいいと思うんですよね、うんうん、なんかこう一句添えるとかね、はいうん、なんかそう引っかかってもらいやすい、はい、何やこれみたいなで一番、まあ、一番手っ取り早いのはスパチャですよね。そうですね。スパチャ、あれこっち別にあのお金が欲しいとかって言うんじゃなくてスパチャになるとポンと上に出てくるの で、 そうです、ねうん、だからそれが一番引っかかりやすいんですよ。この間見ててびっくりしました。あの前から言ってる山田五郎さんの名前、うんはいはいはい、あれ面白いね。この間ちょっと見てたらこの間あれね、あのこの間ライブ配信見てたら、うん、結構冒頭に3万円のスパチャ行ってて、すごいなでも今10代ぐらいになってくると結構当たり前になってくるよね。やだな、ゲーム配信してる時とかにね、うん、そのゲーム配信してる海外のゲーム配信してる人のとか、うん、スパチャバミレよ。そうですよね、うん、なんでそんなんなんねんみたいな、うん、まあだから何らかの方法でコミュニケーション取ると、うんうん、どうしよう、市販台の手元に iPad 置いておきます。まあそれで見れると反応はできるけど、そこに反応してばっかりでもまずいわけよね。気になりますよね、うん、だから局間でなんかこれをこんなん来てますっていうのは、はい、あの教えてもらうようにして、はい、で例えば休憩の時にじゃあ市販台とトークしましょうみたいな感じで、皆さんは休憩で15分休憩してくださいみたいな時に、まあ、市販台は休憩がてらチャットに参加するみたいな、うん、でエンディングでもう一回チャットに参加してじゃあ皆さんバイバイみたいな感じでどうかな、はい、そうですね、うん、ちょっとまあそんな感じでまたコミュニケーションは取りながらやりましょうか、ね、ライブ配信ならではの楽しみ方ができればね、はいうん、で曲目は多分ねあのこの曲ええなっていう話をし始めたらそれだけであの今日の収録終わってしまうので終わってしまう、ね、ちょっと改めてメッセージのやり取りで、はいはいはいちょっと詰めていきましょうか、うん、まあでも内容的にはあの懐かしいものから新しいものまで、はいまあ、ある程度皆さんこれ受けるやろなっていうのを含めながら市販台と中の人の独断と偏見で決めていくと、はい、まあでも楽しんでもらえるものにはなってくると思います。ぜひお楽しみください、ねね、あの今の子供に人気の曲とかも入れたりする。うん、そうね、子供が聴いててもあ、これこの曲やみたいな。何なんすかね、やっぱりアソパソマソとかじゃないですか。え、何すかそれ、知らんの、はい、知らんの、アソパソマソ、はい、何の曲ですか。アソパソマソやん。え、そうだ、恐れないで。ああ、はい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 、超有名ですよ、アソパソマソ、はい、でもねどんな名前の何があってもおかしくないので、はい、そんなんあんのかなと思いましたはい、というわけで、はい2本ほど企画会議をやってまいりました、うんうんいかがだったでしょうか。いや、なんか楽しいものができそうな気配がちょっとずつしておりますね、はい、楽譜の手配だけがちょっと時間がかかるのでそう、ある、まあ、曲とない曲絶対出てくるからね、うん、ただね、今ネット楽譜 の、うん、あのライブラリーとか見ると、うん、こんな曲あんのっていう曲あります。ただ買ってみんとね、それでもね、あのすごい、それはありがたい。市販台ちょっと今回絶対1曲2曲はむちゃくちゃマニアックなところから選ぼうと思ってるから。ただ買ってみて、うん、やってみんとね、でピアノの人に音出してみてもらわんと、はい、これはつかまれへんなっていうのもあるから。わかるわかる。あのピアノの楽弾き語り上級って書いてあんねんけど、うん、頑張った俺弾けそうなぐらい音符どっかで少なかったりとかそうだ、ね、たまにするんで上級かこれみたいな、うん、指1本ずつで弾けるぞ、ベース1本やんみたいなはい、なんか告知はございますでしょうか。8月頭ですよね、はい、8月頭は市販台はまあバタバタはしておりますが、それほど告知できるような内容はあまりないですね。そういえば野外道場やらへんまま、もう野外でやったら死んでまくせとなりましたね。こんなシーズンにやったら死ぬやろバタバタ人倒れるし、はい、来年の春やりましょうね。そうだね、はい、いい頃合いで、ちょうどいい頃合いから企画してやったらね、また草厚いタイミングに仕上がるんです。いい頃合いになる前に気がつこう、はい、寒い時に考えましょうねそうだね、そうだね、はいはい、ということで、僕の方の告知はまたあの8月9日、うん、
もうね多分座席はないはずなので。ああなるほど、はい、あとは配信を見ていただく、はい、あのね頑張って配信5000ぐらい目指せたらいいんやけどな。すごいな。いや目標は5000、うん、僕の中で、まあ、この間ちょっとね、うん、そんな動画を作ったんですけど、3000から5000になると有料に移行しても収支が取れると思うんですよ、うん、なるほどね。だから、ね、そこが目標なんですよ、うん、それね、あのそこぐらいまでいけばいいなと。いやなんかねその、まあ、普段から思ってるけど、そのやっぱり無料配信が当たり前な世の中になっていくのもなんとかどっかで食い止めたい部分もあるやん、うんうん、だからもう多少やねんけれどもチケット収益でちょっとずつ、まあ、それをカバーできるようなことがライブ配信でもできたらなと思うんでね。なので、うん、ある意味 スパチャっていうのは、まあ、それも金で言ってもいいんちゃうかなと思うね、うん、そうですよね、うん、だからあの入場料がその人に委ねられているチケットみたいな感じですよね、うん、そう投げ銭やからね、はい、うん、というわけでなるべく多くの皆さんに見ていただけたらなと、うん、あれは45分で終わりなんでね。45分か、はい、ああなるほどね。本当にねあの CM を飛ばしたドラマです、うん、いいよね、はい、すごいなんか、まあ、のざっと見てしまえるというか、はい、聞いてああ完結できるというで、舞台の中でも45分しか時間が進行しないんで、うんうん、あの24方式、ああいいや45 はい45 minutes はいだね、僕は何回か見てるんですよ、うん、あの彼女がやってるのを、何回かというか1回、フェニックスでやってるのを見に行って、うん、でこの間リハで見て、うん、まあ仕上がってますね。すごいね、うん、本当にねあの面白いです。ぜひ皆さんあのライブ配信ご覧になってください、ね、はい。というわけで僕は、おしまいのおしまいのプロンプターを出しますというわけでお時間になってまいりました、はい、この番組は人物像をきっかけに劇場に足を運んでいただきたいとこちらのマサオが配信している熊野マサオの音楽チャンネルでお送りしております、はい、チャンネル登録がまだの方は熊野マークからチャンネル登録を、またコメント欄に番組へのご感想や高評価などよろしくお願いいたします。お願いします。師範代のツイッターとか紹介しておきましょう。ああいいね、こちらぜひ、はい、お願いしますね。でこっちがマサオのツイッターです、はい、あのモニターがあるとこれがやりやすいですね。うまいね、はい、パッと見て、はい、ではおしまいになりさせてまいりましょうか。はい、俺たちすいません今変な変なとこで合図って言ったからさ参りましょうか、はい、俺たち最低だぜ。うーん、またねー。